皆さん、こんにちは。中根隆です。今日はなんと、目黒拓人が、日本から、ここ、アメリカ・ヒューストンにやってきます。やっとですよ、本当に。僕、アメリカで5ヶ月間ぐらい一人で過ごしたんですけど、目黒が、ついにやってきます。来たら、本当にいろんな YouTube 撮れると思いますし、めちゃめちゃ行動範囲も広がるので、本当に嬉しいことです。で、今頃の目黒は多分日本から台湾4時間か3時間飛んで、空港で3時間待って、そこから台湾からヒューストンまで16時間ぐらいかけて飛んできてると思うので、多分今頃空中で爆睡かゲーム編集してると思います。編集してることを願ってます。で、僕は今朝10時なんですけど、10時半からレッスンがあって、夜まであるので、夜のレッスンが終わったら目黒を空港に迎えに行きたいと思います。もちろん目黒を迎え入れる準備はできてます。なんかスーパーで売ってたんで買いました。なんか良さそうだったんで、目黒ビール飲めないんで一応。あと目黒の好きなね、ジャーキーも買っておきましたよ。なので楽しみに待ってます。目黒、無事にください。で、夜10時半ぐらいに着いて、多分入国審査がしっかりいけば家に着くのが12時前だと思うんで、もし時間があればそこから少しお酒を飲んで、ジャーキーを食べて、昨日僕ハンバーグも作ったので、ハンバーグを一緒に食べていけたらいいなと思ってます。で、いろいろ語れたらいいなと思ってます。ということで、目黒、無事に来てください。空港で待ってます。ゆたかチューブ。行ってくるね。荷物多すぎるな。行ってきます。今成田空港から台北を経由してヒューストンに向かっていきたいと思います。実はですね、海外に一人で行くっていう行為が初めてなので、乗り換えとかうまくできるかなってすごい緊張してるんですけど、しっかりつけるように頑張っていきたいと思います。歌が待ってるよ。バイバイ。では飛行機乗っていきます。ヒューストン行きありました。長い、というわけで乗り換え地の台北に一旦着きました。ここから飛行機3時間待ってヒューストンに向かいたいと思います。ラウンジ飯 in 台北。ちょっと盛り方が汚くなってしまった。うまそう。
じゃあ今ヒューストン着きまして、無事荷物も受け取れたんで豊かと合流していきたいと思います。荷物が出てこなくてマジで焦りました。よかったということで、やっと無事家に帰ってきました。そして、目黒拓人。Welcome to Houston! Thank you! やっとこの日が来ましたね。いや、そうね。目黒が飛行機取った日から、もうずっと半分ワクワク楽しみ、半分、何してんねんこいつ、飲みばっかり行って働けよ、ずっと思ってました。でもやっぱ実際こうやって会ってみるとやっぱ人間って不思議なもんで嬉しいもんですね。なんか会いたくなかったの。いや、半分半分やな。会いたかったし会いたくもなかったし、まあ難しい。かどうやったの、無事日本出発して、てか家からどうやって空港まで行った。そう、空港までは本当親の車で来ようとしてたんやけど、車壊れて、まず先日くらいプロ、そう、行く前にバッテリーがどうちゃって出て、じゃあ電車行ったのか。そう、電車で、まあ、ノリタまで行って、第2ターミナル行って、ちなみにその辺の動画は今これ撮ってる時点では全く確認してないから、うん、その辺の動画撮れた。一応撮った。おお、ちょっと楽しみにしてるわ。電車は本当にあれ、もう移動風景だけしか乗ってない、まあ、電車はだってまあまあでチェックインして、あれやな、母親と行く前にスタバで一杯だけ飲んで、ストーリーを見たわ。あ、そうそうそう。でそこで一応バイバイしまして、チェックインか、何だっけかな。で台湾行って、台湾が一番ちょっといろいろあったんですよ。まず、まあ、ラウンジを見つけられなくて、ラウンジ、コーヒーのとこ、そう、なんかエヴァ航空やったんやけど、今回エヴァのラウンジ、うん、そうなん、別に探さんでもない、だって自分来た時あれやで、乗り換えで検査し、荷物検査みたいなのあれや、うん、荷物検査を持ってそのまま歩いて、そこの前でずっとこうやって座ってた。マジで、でもラウンジってなんて飯とか食える、乗り換え時間3時間自分2時間ああそうですね、でも実質2時間もなかった。それは3、4時間ぐらいあったから、さすがにやることないなと思って、なるほど、ラウンジで時間潰そうと思って行って、ただそのラウンジが上の階だったんやけど、うん、その上の階に上がるエスカレーターが永遠に見つからなくて、空港の人に聞いたりなんだりして行ったのがまず大変だったことしとくなよ。なんでよ。感じろ。感じられるかいな、わからんかったよ。そうで、あともう一個はセキュリティチェック受けて、うん、珍しいな。そう、台北でアメリカで受けるのかなと思って、アメリカではそういうのあるかなと思ってたんやけど、台北で乗る前に空港内でアナウンス来て、うん、で、タクト目黒セキュリティチェックみたいな、そう、待って、みたいな、焦るやん。で、それでめっちゃおどおどしながら乗り場のとこ行って、わ、分かったよって聞いたら、めっちゃみんな受けてるみたいなこと言われて、うん、そうじゃないかなって。で、その場で荷物全部出さされて、結局でも何もなかったんやけど、めちゃめちゃ内心焦ってたの。なかった行くとき。なかった。水募集されたぐらい。ああ。そう。もうなんかあれが何だったのかなぐらい、あれが一番怖かったね、今回。ワンチャン行けなくなるんちゃうかな。うん、すごい人らしい、初めて聞いた。いやもうね、もう自分はもう頭で入国審査しかなかったからさ、この時。ああ、しかも前行って、てか入国審査出た。自分はさ、
あのオハイオに行った時は、うん、別室で帰ったよ。あ、言ってたの。どれぐらいなんだ、どれぐらいかも忘れたけど、なんでみたいな、うん、ずっと質問されて、うん、しかもなんか別室って携帯もいじれへんし、はいはいはい、やばいやばい、どうしたらいいどうしたらいいとアドバイスも聞けへんしバレやすい。でも今回は何もなかった。俺も何もない。普通にパスポート渡して指紋取られて、ありがとう、あ、Thank you、終了。仕事してないんちゃう。今当たりやな。指紋は取られたけど、マジめっちゃフレンドリーになった。でもこれ実際どうなのか分からないけど、自分のフィーリング的に、うん、アメリカではアトランタとヒューストンしか経験したことないけど、うん、なんかアトランタの方がちょっと厳しい気がする。うん、してたな。もう別室でリバイルしても人数が違う。あ、そう、まあ、今回は別に行ってないから。オハイオ行って、アトランタに行ったらめっちゃ別室でリバイルめっちゃ人ったから、逆に安心するよな。まあ、そうだね。別室でリバイルしたら。別室でリバイルか。何来たらどうだった？今回は普通にどれぐらい滞在するのかって言った。で、まあ、6ヶ月間か。うん、帰りの飛行機にして、うん、5ヶ月か6ヶ月だなみたいに言われて、で、イエスって言って、そっからあの、なんか、ね、オーナーがさ、書類作ってくれたね。うん。この、これが立候補理由で、今回招待しますみたいな。招待状とかもあったから、もう説得力がえぐい、抜群。それでそれ何も聞かれんかったけど、最強すぎる。えぐいな。チェイ。自分は実際、この5ヶ月間、アメリカで過ごしきだけど、うん、マジで今楽しみ。ほんまに。てか活動範囲が増えるっていうのが嬉しいな。そうやな、2人だったらな、結構増えるしな。で今まで1人でさ、今頭の中に企画はいっぱいあるね。うん。でもさ、1人でくら寿司行こうとか、うん、1人でどっか行こうとか、そう、1人で企画取ろうとか思わへんやん。思いつかへん。思いつくけどさ、タクシーでわざわざ行ったりさ、車で、今車社会からさ、最初ですか。そうやな。めっちゃ難しいからさ。まあ、卓球頑張ってくれ。卓球なんや。卓球も YouTube も。あ、ちなみに一緒にいるからにはもう暇当たらへんからな。動画撮りに行くか、睡眠取るか、編集するか。まあ日本みたいに甘い生活を送らせないので、覚悟しておいてください。わかりました。まあとりあえず2人揃ったので、これからいろいろ動画撮っていきたいと思います。はい。はい、ということで、目黒が長旅お疲れということで、お疲れ様と思った方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録は絶対ですよ。僕たち1000人いかないと YouTube やめないので。っていうかね、1000人いったら YouTube やめる。やめ。っていうか僕らモチベーション上げるためにカメラ買ったんですよ。ああ、そうですね。今出せる？そう、まだ紹介してなかったんですけど買ったんですよ。なんかメグロがよくわかんない。僕は何もわかんないんで、メグロのセンスです。このカメラが、いや、センスないなと思ったけど、バッドボタンで。おい。これしかなかったよ。ということで、また、次の動画で、お会いしましょう。See you next time! バイバイ。